滋賀県彦根市、いやすこ。私の高校にパンチパーマをしたちょっと太めのヤンキーがいました。そのヤンキーはいつもタクティクスをつけていました。しかしつける量が半端じゃなく強烈な匂いを放っていました。ある日の授業中、そのヤンキーのタクティクスの匂いが強烈すぎてクラスの5、6人が気分を悪くし、保健室へ駆け込んでいました。その事態を重く見た先生がヤンキーからタクティクスを取り上げようとしました。するとカバンから買いだめしていたタクティクスが10本も出てきたんです。ヤンキーは、これはほんの1ヶ月分です、と説明していましたが、ロッカーにはさらに20本のタクティクスが出てきました。すべて取り上げられた翌日、そのヤンキーに会うと、84の匂いに変わっていて、またもや周りの生徒を酔わせていました。なんでだろうね。このヤンキーっていうのは匂い好きだね。ねえ。まあ学校って狭いからね。香水ちょっと、きついかもしんないね。こう、ってこう、鼻に来る匂いね。まあ僕人のこと言えないけどね。僕、まあ僕はプラチナム臭がね、すごいからね。僕飲んでるからね。飲んでる飲んでる。かけるなんてそんな甘い甘い。毎日一本。お腹に一本ヤクルトみたいなもんでさ。ほんとほんと。汗として出てくるから。すごいでしょ。そうだよ。一月の使用量30本だからね。年間365本。僕多分、世界で一番エゴイストを使ってる男だと思うよ。それシャネルくれよ。ねえ、くれたっていいのにね。うん、まあ、いいんですけど、自分で買いますから。っていうかね、ファンの子たちもすごい送ってくるから、すごい量なんだよね。うん。それでも僕買うんだよ。自分で。ないと安心しないの。で、倉庫の中にエゴイストいっぱいみたいな。で、ね、もう僕ね、エゴイストでも使うのってね、鍵って、こう、限定があるんだよね。まず普通の香水。あと、ボディーソープ。うん。エゴイストのボディーソープあるんだよね。チューブ式のやつが。あるんだよ。これだけ。あ、提案です。じゃあ僕からシャネルに提案。ワイパーの洗浄液、シャネルで作りましょう。プシーってこう、ワイパー動くやつ。ね。そうすればさ、車もエゴイスト。あとあれ、ほら、トイレの中に行くとさ、こう、手を洗った後にゴーっていう乾燥機。うん。あれのエゴイスト版。そう、エゴイストはピシッってかかった後にゴーっていう。ねえ、最高です。